さんこんにちは、ルームです。今回はトヨタ新型カローラツーリングハイブリッド GX で1日試乗ワインディング編をお届けします。前回配信した街乗り編では乗り味の良さに驚いた反面、車内の圧迫感と後方視界の狭さを感じました。果たしてワインディングではどんな走りができるのかとても楽しみです。それではワインディング編のスタートです。まずは上りの印象からお届けしたいと思います。上りでは各走行モードにおけるトルク感の違いやハンドリングの違いを中心にお伝えいたします。現在ノーマルモードで走行していますが、コーナーからの立ち上がりでアクセルを踏み込むと力強くスーッと車が加速します。アクセルを4割程度踏み込んだ時に力強いトルクが発生する印象ですね。この車のシステム最高出力は122馬力ですが、力不足は全く感じませんでした。エンジンがかかった時の振動なども一切なく、とてもスムーズで、エンジン回転数は2000回転前後で十分な力を発揮し、想像しくなく静粛性は保たれていると思います。この先ちょっと踏み込んでみます。アクセルを踏み込むと先ほどよりエンジン音が聞こえてきますが、想像しく感じるレベルではありませんね。ノーマルモードでのハンドリングは車速に応じて重くなる印象です。ノーマルモードでも十分なトルクが得られるので、スポーツモードではどうなることやら。スポーツモードということで、スポーツモードで走行してみましょう。スポーツモードではアクセルを2割程度踏み込むとトルクが高まり、思った以上にスポーティーな走りができますね。カローラツーリングでもワクワクする楽しさを感じました。スポーツモードではアクセルを少し踏むとトルクが高まるので、先ほどのノーマルモードに比べてエンジンの静粛性が高まった、そんな印象を感じました。スポーツモードでのハンドリングはスポーツ制御になり、ワインディングでの操作性が向上しますが、 GX グレードのタイヤサイズだと物足りなさを感じるかもしれません。ダブルバイビーでスポーツモードを使うとかなり楽しめる予感がします。ワインディングでのスポーツモードはおすすめです。エコモード、最後はエコモードで走行します。エコモードにするとアクセルを5割程度踏み込まないとトルクが高まりません。そのためスポーツモードの後で走行するとなかなか前に進まないと感じてしまいました。エコモードはワインディングをゆっくり流す場合に適していると思います。エコモードでのハンドリングはスポーツモードとは違い軽くなりますね。ここまで3つのモードで走行してきましたが、基本はノーマルモードで十分ですが、モータートルクをフルに使い元気に楽しく走りたいときはスポーツモード、ゆっくり流して走りたいときはエコモードと使い分けると良いかもしれません。それにしてもこのスポーツモードは面白いですね。
さて、今度は下りの印象をお届けします。下りでは車の挙動やブレーキのタッチフィールなどを中心にお伝えします。まず一つ目のコーナーを曲がって感じたことは、このグレードは 19565R15 タイヤを履いていることもあり、ハンドル操作に対してゆったりとした動きをするなと思いました。カローラと考えると適した動きかもしれませんが、ダブルバイビーだともう少しコーナーが楽しくなるかもしれませんね。ブレーキのタッチフィールは街乗り同様ダイレクト感があり良いですね。ハイブリッド車特有の快晴感が抑えられています。このブレーキは初期応答が良いですが、カックンブレーキになりにくい踏み心地があります。そしてワインディング下りで驚いたのは、コーナーではしなやかさがありながらロールを抑えていることです。この乗り味はとても良い印象を受けました。新型カローラは TNGA プラットフォームを採用し、車に乗り込んだ時からボディ剛性の高さを感じられます。この車は普通に良い車ですね。この先 S 字区間に入りますが、車の挙動に注目です。S 字区間を走行した際のロールは抑えられフラットライド。しかしサスペンションの硬さは感じることなくしなやかに動いています。一つ残念なことはタイヤですね。このタイヤサイズだと切り返した際タイヤのよじれを感じました。これはインチアップすると切り返した際にビシッと決まり、気持ちの良い走りが可能だと思います。さて、現在はスポーツモードで走行しています。なぜ下りなのにスポーツモードにしたかというと、ハンドルがスポーツ制御になり操作量が減るため楽できるからです。スポーツモードはハンドルの持ち替えも減らせるので安全性も高まると思います。ノーマルモードに戻して走行してみます。やはり先ほどのスポーツモードに比べるとハンドリングに違いを感じます。スポーツモードはハンドルが少々重くなりクイックになりますね。ここまでワインディングを走行してきましたが、ハイブリッドシステムのトルクは申し分なくあり、乗り味はよくスポーティーにも走れるツーリングワゴンだと思いました。このグレードに関して残念な点を挙げるとしたら、タイヤサイズから来る足元の頼りなさですね。これはエントリーモデルなので仕方ないですが、この車でワインディングを気持ちよく走るにはインチアップした方が車のポテンシャルを引き出せると思います。新型カローラツーリングハイブリッドは想像以上にスポーティーで驚きました。さて、次回は1日試乗シリーズ最終回高速道路編をお届けいたします。高速道路編ではアダプティブクルーズコントロールの使用感などを中心にお届けしたいと思います。それではチャンネル登録よろしくね。